はい、相田です。私は昭和11年、1936年8月20日の生まれです。で、まだまだ若いと思ってるうちに、もう80も半ばになってしまったんですけれども、で、今回、相馬さんから依頼されたというか、戦中の話をしてもらいたいと、自分ではまだまだ若いと思ってるし、こんな話しても、大した興味ないかなと思ったりしたんですけれども、結構今や貴重なことになっているということなので、今日少し話をさせていただきます。で、私の思い出の中にですね、高校時代に私の友達のお父さんがですね、やっぱり80ぐらいになって、それでその方はですね、日露戦争の話をしたんですよ、明治時代の。で、初めさっぱりね、本は読んでも実際の話は知りませんでしたので、びっくりして聞いたことがあるんですよね。で、その時印象に残ってるのは、そのお父さんがまだ体の中に、3か所ぐらい弾とか破片が入ってると。で、203工事で、その人は牧師さんで、キリスト教の方なんですけど、でもなおさらその立場で、戦ったんだそうです。そしたら上の方からですね、203高地で血の川が流れてきたって話をしたんですよね。でも私は高校生で、実感湧かないんですよね。それとも、いまだに覚えてますから、相当ショックというか、すごいと思ったんでしょうね。それで今でも覚えてるわけです。で、そんなこと考えたら、私もその友達のお父さんの年代になってしまったのかなと今思ってるわけですよね。それで、私自身は他者が、経験じゃないと思ってるんですけど、これも貴重かもしれませんので、今日お話ししてみます。それで私の年代はですね、戦中飢餓派って言われてる年代で、戦争には直接参加してないわけですよね。で、私の前のちょっと上の世代、昭和10年以前ですね、生まれた世代がですね、過酷な戦争体験者であって、たくさんの方が亡くなったりですね、大変なことになってるわけですよね。というのは、直接戦争に関わって、戦地で働いたり、ないしは軍需工場とか工場で働いて、そこをまたアメリカに攻められて、亡くなったりしてですね、大変な目に遭ってるわけですよ。と、私はそういう経験までないものですからね、のんべんだりんときたんだけど、それでも考えたら今の時代とは非常に違う暮らしをしてきたんだということがやっとこう分かってきてですね、今日もその一端をですね、お話しようと思ってるんです。で、私の生まれた昭和11年っていうのは、226事件の起きた年で、これも大変な事件で、これが日本が軍国主義といいますか、政治体制は天皇制ファシズムですね、これから進んでいくのは。その天皇制ファシズムに進んでいく、統制派の陸軍の軍人たちが勝利を挙げたというか、そういう政治的な背景のある事件なわけですよね。一見、若い兵隊たちが革命とか言ってやった事件ですけども、背景にはそういう軍部のですね、行動派と統制派の争いとかがあったそうですよね。その年に偶然生まれたわけです。それから10月の24日にはですね、日本民営化が開館してるんですよね。で、私の生まれた年にこの2つの事件がね、あったなと、記憶してるわけです。そして、昭和16年、5歳ですね、の時に日米開戦が、まずハワイの真珠湾奇襲攻撃から始まった日米戦が始まるわけですね。で、この12月にはですね、もうドイツがロシアのモスクワ攻めて、そこで負けてるんですよね。だ、そういう情報も知らないで戦争、ね、もうドイツは勝ってる勝ってると思って、戦争した軍部もですね、情報不足というか、非常にのんきな話なんですけど、そういうことで戦争が始まったわけです。で、それから4年間戦争が続きまして、昭和45年、
昭和20年に、まあ、戦争終わるわけですよね。でそれから、3年、昭和23年、この4年の戦争とこの3年の、戦後、これが非常にあの、まあ、厳しい、私が言わせればね、あの、戦中飢餓時代といいますか。でそれが過ぎると日本もどんどん復興していって、まああのまあ、今と同じではないけどもかなり暮らしは楽になっていくんですよね。ですからこの昭和23年までのこの私にとっては7年間が非常に厳しい時代であったわけです。であの私たちの時代はまずですね、食料に困ったわけですね。もうもうほとんど配給制で、お米もあの配給で十分で来ないですから当然闇米をですね買う。闇米はもちろんあの買っちゃいけませんということになってるんですけど、まあ、やはりあの警察とそういう網をくぐってですね、まあ、売ってる方がいらっしゃって買いに行くか農家に直接買いに行く。で帰り途中捕まらないように帰ってくるというようなことで、ありました。 ですからあの子供ながら畑作りを したりですね、山菜を取りに行ったり、野の草を採集したり、野の草っていうのはあの我々あの小学校の 2、3年ですけれども、センチンを食うといってヨモギを取ったり赤座を取ったりですね、それからあの、ニセアカシアの葉っぱとかですね、兵隊さんのタバコだと言って板取りを取って乾かしたりですね、そういうこともしたんですよ。その時はさすがにね、ちょっとこれはおかしいなっていうふうに子供だから思ったんですけど、こんなことしなきゃ戦争勝てないのかっていうことがスッとこうね思ったこともあります。で買い出しといいまして、私はあの、まあ、市のど真ん中すぐそばに市役所とかねある場所ですから、まあ、全くあの市の中心なんですけれども、そこからあの農家までですね、だいたい5キロから10キロの間ぐらいですけど、買い出しに行くんですよね。もちろん歩いて。で、じゃがいもとかかぼちゃとかですね、とうもろこしとか、まあ、米とか麦とかですね、そういうものを買い出しに行って、しょってですね、帰ってくるわけですよね。まあ、今みたいな夏暑い夏はもう大変でした。もう汗もう背中、汗をかいて今度そう痛い背中がね、あのかぼちゃとかじゃがいもをしょって帰ると、まあ今となってそれが足腰を鍛えたんじゃないかなと思われる節もあってね、今になったら感謝してる部分もあるんですけども、その時はもう大変でした。それからあの畑作るといってもだいたい当てがわれる場所がもうあの土がカチカチのですね、学校でしたら学校の体育の運動場をですね、畑にして食べようとかですね、から終戦後はですね、陸軍のいたところが、区割りになってそこで畑作れ、まあ、陸軍が使ったというともう下もねもうカチカチですから、そういうところで畑をやった記憶もあります。で、あと、まあ、戦争中にはですね、空襲はあの北海道旭川は1回しかありません、それはもう終戦間際ですけど、まずあの B29 が飛んできて堂々と飛んできてですね、まあ、偵察して帰るわけですね。でその後あの、まあ、関西機の、グラマン P51 ムスタングっていうのが来ましてね、この飛行機はアメリカでももう非常に優秀な飛行機で、まあ、関西機ですけど非常に航続距離もあるし、高度も、登れるという飛行機で、それがやってきてですね、まあ旭川に国策パルプというあのパルプ会社がありまして、そこをまあ攻撃して、帰ってですね、旭川市内全体で一人だけなんか機銃掃射で橋の上で撃たれたということで、まあ青鬼みたいな大量なですね死者が出たりはしなかったし、火事もなかったしですね、でその程度だったんですよ。でその時にあの旭川の飛行場ありまして、そこにはドンジューっていう飛行機が3機いたんですよね。で私は子供ながらね、その飛行機が飛び上がってあのアメリカの、ね、飛行機を落とすんだろうと思って見たけども、全然
姿がなくて、後から聞いたら地上にあるのをあのやられてしまったと。で終戦後聞いたら、あの飛び出したくてもあのガソリンとね、あの飛行士がいなかったって言うんですよね。もうその時代はもう飛行士もですね、みんな地上に連れてかれてとことんやらせられたりするしね、かつまあ、あの飛行士の技術もねなくて、もう操縦するだけで、空中で空中戦の戦闘するだけの技量もなかったという話が後から聞きましたけど、まあ、そんなわけでその飛行機もですね、地上でやられてしまったと、まあ、そのぐらいがあの被害だったわけです。で、じゃあ我々の時代はどんな時代かと言いますと、ちょっと並べてみますとですね、まずあのライフラインでいきますと、水はですね、ポンプですね、旭川は川があのたくさんありますので、水があのどこからでも出ますので、ほとんどの家はポンプで、で、まあ、ある程度言うと、あの豊かな家の方は水道がありましたよね。遊びに行くとお坊ちゃんの家行くと、ね、水道があった。それから煮炊きはですね、やっぱり炭ですね、から薪から、まあ、石炭も使ったんですけど、でもまた中には、ね、やっぱりガスのある家もありましたよね。ちょっとびっくりして、うん、ガスを使ってる人なんだと思ったんですけど、まあ、そういうわけで普通の家は木炭、薪、炭でしたね。から、まあ、電気はありました。から暖房用の燃料は、まあ、石炭と薪ですね、旭川。で次にですね、子供の遊びですけど、子供の遊びはあの何やったかというと、まず鬼ごっこですね、かくれんぼ、石蹴り、おはじき、からまあビッタですね、からあのビー玉、からたこ揚げ、から木登り、これもしましたね、からバッタをかけてバットを取る、から冬は雪合戦、それから肉弾っていう遊びもあって、これちょっとね説明がいるんで、まあ、今日これは喋りませんけど、肉弾っていう遊びもありました。まあ、こんなことして遊んでました。から履物はね、下駄ですね。毎日下駄履いて、学校も下駄です。高校まで下駄履いてましたね、考えたらね。うん、その辺になると今とね、かなり違うってことが分かる。ただ服装はですね、町の中心部でありまして、和服は着る子は誰もいませんでした。みんな洋服でした。それから、娯楽はですね、映画と実演と、あとまあ紙芝居も来ましたね。で、飴が1銭と5銭と10銭でしたね。で、まあ、高い飴は太くと大きいということで、紙芝居。あとはまあお祭りでは、どこでもあるサーカス、その関係ですね。それから、まあ、情報は新聞、ラジオ。もうラジオもね、ないうちが多いんですよ、当時は。ただラジオはもう高級品みたいなもんだったんですよ。から、まあ音楽もね、蓄音機。まあ、うちの父などは贅沢な人でね、蓄音機買って持ってましたけどね、普通のうちには蓄音機はなかったですね。だけど、蓄音機では78回転のレコードですね。うちの父が持っていたのは、ドドイツとか何や節とかですね、から民謡とか、まあ、本人が好きだったせいもあって、そういうレコードが ありました。それから交通ですけど、交通はですね、市街地には電車がありました。うん、まあ、終戦後電車はやめちゃったけどね。それから、鉄道は蒸気機関車、SL ですね。私ももう、鉄道ファンになって SL 基地外で、今でも鉄道好きですけど、C59 とか60、61、62、あとはデゴイチですね、そういう機関車がいましたね。それから、まあ、道路椅子は馬車、まだ馬車だったんですよ。と私のね、中学頃からね、やっと車が日産のダットさんとかですね、トラックとか出てきましたけど、それまではですね、馬車でした。で、バスはですね、木炭バスです。炭ですね、炭積んで、それ下から炙ってですね、なかなかだからね、バスが動かない、ね、その炭がね、すっかり燃えるまで、そういうバスでした。
それで、まあ、死については、今日はちょっと死は地だけで一回話しようと思うんですよ。ですから、まあ、簡単に、経過だけ、話をしますと、厚党にはですね、昭和17年12月に上陸したわけですね。で、私が6歳の時ですね。で、昭和17年というのは、もうミッドウェーで6月に特務艦4隻沈められて、それで一挙にもうアメリカが制空権握って、もう日本の船はもう どこも行けないわけですよ、途中で沈没して、特に輸送船などはもう潜水艦もアメリカの潜水艦も狙いますからね、そういう ところでですね、やっとこうその厚村に上陸して、で翌年昭和18年の5月29日に玉砕してますので、まあ半年だったわけですね。で私の、6歳学校に入る前に行きまして、小学校 1年の5月に亡くなってるわけですね。で、と私はまあ小学校3年で終戦になりましたから、まあ、そういうような経過であったんですね。で、まあ、厚島は何も取らなくてもいい島ですね。なんかその、フィリピンだからで航空母艦やられたんで、その、まあ、仕返しに取ったっていうぐらいのことで、で初めは冬の間はね、ものすごい風が強くて、もう台風の、墓場とか言われて、そういうところなもんだから、冬はいないですが、放棄するつもりだけども、まあ、やっぱり陸軍が意地張って、まあ、占領していた。アメリカの方は自分の、一応、隅っこだけど、アメリカの国土を取られてるのは面白くないっていうんで、真っ先に今、攻め落としたそうですよね。で、まあ、そういうわけで、攻め落とされてしまいました。で、日本軍はね、2600人いたんですけど、アメリカはもう2万1000人ぐらい来てですね、航空母艦2隻に、戦艦2隻に、巡洋艦2隻にね、もうものすごい数で来たんだそうですよ。で、アメリカはね、これだけ行ったらすぐ降参するだろうと。じゃ降参したらね、2500人の捕虜をですね、収容しなきゃならないっていうんで、ダッチハーバーというアラスカにですね、2500人入れるね、捕虜収容所まで作っておいたんだそうですよね。にもかかわらずね、27人、まあ、助かりましたけど、ほとんど 99% 亡くなるわけですよね。まあ、それが事実で。で、これについて喋れば、ちょっとうちの父の、出自とか喋れば長くなりますから、今日は、まあ、この辺で終わりにしておけばどうでしょうか。